はい、藤尾でございます。斜めになるんですよね、これがいつも藤尾の精神状態と一緒ですね。斜めです。まあ勘弁してください。斜めの藤尾です。斜め、また食べます。うん、短いと処理が楽でした。昨日は早く終わりました。10分ぐらいで。もう寝るかよお前、ちょっと待って。今はですね、さっき動画作りました。さっきは弁当やめませんって動画にしました。あ、弁当屋はやめません。 YouTube やって弁当やってるとなんか難しいのかな、いろいろとお客さん減るんですよ。なんか噂になってこんな見ないんですけど、あの表題がさっきの動画で見て、表題っていうかタイトル見て中に入らずに判断するんですよ。だから皆さんここ見てる方にご協力なんですけども、これと見る方はですね、いつもちょっとお願いなんですけど、これと中身は全く別にしましょうかね。来らないですよ、なんか違いますよって見たい方は。だからあの概要欄のところにちゃんと書きますよ、表題と下の方には。パッと見た時ね、下の字読むじゃない普通は。見たい人ってのは見ないんです、あの小さい字も。やめますって書いて、沖縄そばって書いてるのに弁当屋やめると思ったりする人がいるんですよ。もうそれで決めつけて来るんですよ、来るんですよ、見てないのに。もう30人ぐらいしか見てないのに、なんでこんなに世の中知ってんのかなっていうぐらい来るんですよ、ここに来る人。多分なんか見てんのと思う、将来は周りのみんなで。弁当が売れないことを喜んでるみたいですよ、みんな。うちが早く潰れないかな。お金があればまあこれ見ないんでいいですけど、皆さんが見てる人だけに本音を言うと、もっと人が多いってことに行ってなんか話しかけて商売して、ここはもう近隣はもう買わないんですよ、ほとんど。私が嫌いなんで、おしゃべりなんで、人気者なんで、特に YouTube やってるんで嫌うんですよ、僕の同級生もそうです。だからもうみんなそうなんですかね、 YouTube やったり目立ったりすると嫌われ者なんですかね。やっぱりそのズバ抜けていかないと。上に行ったらまあ私のあの肉屋やってるのも最初は親戚なかったらしいですけど、ズバ抜けて上に行っても10億ぐらい売るようになったら親戚が増えたって言ってましたから。まあ道の駅の横に会社も作ってますから、大きい道から見えるぐらいの大きな会社を作ってます。最初の頃はまあ小さい頃私ぐらいしかやってなかったですわ、あのアパートに一角でやってた時は。私ぐらいって仲良かったでしょ。今呼びもしない。彼もちょっと小手になってるね。いっぱいいますよ、挿し木の上で中華以下作ってる人たちもいますけども、前は仲良かったですよ。みんなもう潰れた。あの弁当屋は来ますよ、もう返しましたけど、最近怒ってダメになったら来るんですよ。もっとひどいのはですね、僕のことを知ってて、まあ県外の業者とかもいろいろ知ってるんで、私が相見積もろでしきたって嘘ついて怒られたことは、あのハムメーカーさんにやめてくださいって言われましたよ。あの値段は出ないでしょって。何のことですかって言ったら、どこどこの鳥屋さんっていう、まあ鳥の加工してるとこがあるんでしょ、ジャーキー作ってるとこが。そこの社長が、俺が、私が、藤尾が見積もりを持ってきたって言うんですよ。安い見積もり、自分の知り合いのものを使ってくださいって持ってきたって言うんですよ。確かにやろうと思えばできますよ、九州とかも。あの鹿児島の副長さんとか鹿児島の鳥屋さんみんなしてますから、集まってそれを見たんですよ、その人が。多分
そこにいたと思うんですよ、その人が。なんかの集まりで。で、私がそこにいてみんな仕切ってたんで、仲いいもんだと思って、私の名前を出せば、そのハムメーカーがさ、で、ハムメーカーの所長も知ってんで、来たんですよ。やめてくださいって。ルートは一緒なのに、やめてくださいって言ったんです。儲けないじゃないですか、私がって言ったら。何のことですかって、私名前やってないですよって。そういうふうに名前使う人もいたんですよ。私の名前を使って、私が見積もるらしいってから、お宅安くしろって。言えば、いいですよって私も言いました。言えばですよ。言ってきてください。利用するんであれば、名前使っていいですかって、どこどこから下げたいんでって言えばいいですよ。そういう人もいました。何の話からこんな話してるんですか。だから、タイトルで、書いてる沖縄そばとかが売れなくなりました。言ってたよって広めるんですよ。私が言ってた、私が言ってた。で、怒ってくるんですよ。中では、私は言ってるけど伸ばしたいから言ってます。ちゃんと謝ってますよ。難しいです。だから、この、YouTube やってて、弁当やってて、しかも来るし、ここに。もう来るときは、ここで言えばいいのに。YouTube なのに。って怒るんです。だから大変だなと思いながら、バズらないんですよ。ここで怒ればバズるじゃないですか。YouTube を利用してくださいよ。いろんな人。だから私名前出したりして、今も肉屋さんとか、名前は言いませんけど、ジャーキー作ってる人とか言ってますでしょ。行ってきたらいいじゃないですか。ハム屋さんも。でも嘘はついてないですよ。ほとんど本当のことですよ。こんなことがありましたっていうの。利用されましたっていうの。ご利用ありがとうございます。こんな不自由を使っていただいて。これおかしいですから。パン食べて。なんでお前パン食ってんだって言われますか。今何を言ったかと、何の動画作ったかったんですか、私は。まあ、変わったなって話しないですよ。こんな動画いいんじゃないかって忘れました。街すぐ忘れます。もっとし。弁当は売れてますよ。今日。あ、わかりました。まだ大丈夫です。これを5分ぐらいまとめたら大丈夫。このタイトルは、半額やめますっていうタイトルにします。で、書いておけば、半額やらないんだって思って、もう半額目当てがいなくなってほしいなって。というのは、よーくよーく考えて、普通に考えてもいいですよ。よくよく考えなくても。弁当って30分ぐらいなんですよ、利益今。今のところ高くなって。で、下げてはきましたけども、原価を下げてきて、40% ぐらいまでいきそうだなって言ったときに、今この半額をして、半額っていうことは半分じゃないですか、50% じゃないですか。だから、結局、マイナスが多くなるんですよ。度数が。で、そこで私は前に言ってたように、お客さんを集めたい。ここへ来るお客さんを集めて、流動っていうか道を作りたい。来る流れを作りたい。で、お客さんが見てて、通ってる人たちが見て、アベンジャー屋さんがあって頑張ってるなって来てもらいたい。だから半額にして、お客さんがいっぱい来るイメージが良くなって嬉しかったんですよ、一時期。前にも言ってます。嬉しかったって。こんな一週間で話が変わるのかって、皆さん言うと思いますけども。ただ、よくよく考えたら、この一週間で、めちゃくちゃ利益が減ったんですよ。このやって半額をやり始めてから。減ったっていうか、またまたまだと思うんですよ。売れなかった部分もあったりして。また、売れなくなるんですよ。待ってるんですよ。もう、バイクとか車が見覚えのある車が何回も往復してるんですよ。で、10% 引きました。100円引きしました。150円。我々もそうじゃないですか、スーパー行ったら。次は半額だと。待ってるじゃないですか。車で待ってるんですよ、ここで。みんな、駐車場で。あれと一緒ですよ。うちは駐車場がないんで。ガソリンでもったいないんじゃないかなっていう往復してるんですよ。同じ人。取ってもいいですよ、嘘と思うなら。バイクに乗った人、赤い車に乗った人、白い、
何か、ミニカーみたいなのった人、同じ人が何回もうろうろしてるんです。で、前も半額にした途端に10人ぐらいバーって来たんですよ。私は嬉しかったですよ。昔を思い出して、お客さんバーって来たんで。安ければ売れるんだなって、どうにかして、弁当安くして、また盛り上げたい。そしたら中には匂いを嗅いで、ちょっと抜き取って食べようとする人もいて、汚いのとか言って、汚いってあれですよ、服装じゃないですよ、綺麗な格好してるんですよ。綺麗な人なんですよ。綺麗っていうか、あの人また怒るんですけど、身なりは綺麗にしてるんですよ。弁当を開けて、匂いしたりして、よそで腐ってたり。で、予想で腐ってたから人に言うんだったら来ない方で私行ったんですよ。それでもその人来るんですよ。もう昼間で通常の価格帯で文句言ったら来なくなる人も、半額だったらあの宅急便屋さんもめちゃくちゃ怒ったんですよ。あの前にお話してますけども、おにぎりを勝手に持って行ったんで、泥棒と一緒です。泥棒ですよ、それはって。これ150円ですからって言ったら、え、前あげたじゃない。前は前ですよ。あの時はいっぱいあったんで、よく買ってくれるんであげたんですよ。じゃあいらないって返したんですよ。で、その時にカチンってね、もうお宅来ないでいいですよ。こんなね、お互い様ですよって。私も利益出したいし、それでお客さんを集めるために、こうやってるんであって、あげるためにやってるわけじゃないですよ。残ったからやってるわけじゃない。いろいろ考えてやってる、考えることがあって、お客さんに喜んでもらおうとやってるだけなんでって説明して、もう来ないでくださいって何人も言ったんですよ。確実に来ますよ、ああいう人たち。もうあの、半額の人たちってどんなに怒っても来ます。普通、ちょっとしたことで来なくなる昼間の人たちですよ、通常価格帯の人は。まあ半額は来ます。だから、ちょっと半額はもうしばらくですよ。まあしばらくってこう、タイトルには書きませんけど、やめますって書いておきましょうかね。じゃないと、うろうろしてて、これを見れるじゃないですか、料金かけなくても。スクロールじゃないですか、見て、サムネ見て、来なくなるんですよ。やめますって言えば、もうやめるって分かるんで、来なくなると思うんで、書いておきます、タイトルに。半額はやめますって書きますけど、いつも見ていただいてる方には悪いんですけども、中身と外と変わるじゃないか。あれだけ見る人がいるんで、もう仕方ないです。あれだけ見て判断して、いろいろ、やる方がいるんで、半額をやめますって書いて、たくさん残った時はまあ還元して喜ばしたいんで半額にします。だから難しい話ですけど、めっちゃくちゃ難しいんですよ、経営が。今何を考えてるのか分かんないのと、自分勝手って自分主義、当たり前ですよ。それは商売やってて私のことを助けようなんか思う人は一人もいませんよ。だって親兄弟でもやらないのにやるわけないですよ。前にも言ってましたよ、兄弟で首里城が、ああいう時に通過して首里城にお金持って行って、私は困ってても弁当一個買わずに、みんなそういうところに行ったりとか、目の前を何人も通過するんですよ。ここ親戚、いろんな親戚とか子供とか孫じゃないですか、子供、前はいとこ見えますから、わかりますから、車とかも。誰一人来ないですよ。だからその中で、難しいんで、お客さんに、見返りを求めるっていうのは難しいと思います。今はですよ。こういう状況なんで。疑ってるわけじゃないとか、なんか人間が小さくとかじゃなくて、自分が儲かるために、そう心を鬼にして、一生懸命やっていくしかないです。だからこう言いながらも、動画でも、見てても、もう動画見てる人でも、からも、まあ、これ見てる方は大体、県内の人少ないんで、県外で見てる、まあ私を知ってる人だったらいろんな方が見てくれてると思いますけども、県内の人は私のこういう喋り動画好きじゃないの見ないと思います。見てたら見てるよって言ってください。すいませんでしたって言いますけど、多分見ないと思います。だからそういう、来ないんで、この動画見ても、まあ動画で弁当を見せてアピールしてお客さんを呼ぼうとしても、動画からは来ないですよ、多分。この弁当屋さんには。だから難しい。私のアピールが下手かもしれません。
悲観的かもしれませんね。難しいんですよ、とにかくいろいろと。中でもアホがいるんだよ、うちには脳天気な。もう寝てますよ、もう寝ました、もう寝てます、もうくしゃみしました。だからここは悩んで一生懸命やってて、動画作って再生数伸ばして、どう少しでも、まあ、言えば稼い、弁当屋に還元しよう。まあ、幸いです。さよなら、長くなりました、すいませんでした。もう思い通りにいかない。ありがとうございます。